はいどうも皆さんこんにちは、ゆきあみです。今日は、キャンペーンのお知らせと機体の性能をお見せしようと思って動画を出しています。殺人的な加速だキャンペーン実施中ということで、2月18日から3月2日まで、ガンダムウィングからトールギスが登場です。設計図みんなで頑張って集めましょう。そして今さっき支給エネルギー1個溜まってたんで、まあ実践行ってきたんですけど、出ましたのでね、設計図が機体の紹介していきたいと思います。はい、こちらがトールギスでございます。こちらの方コスト600、そして右側の方に機体性能の方、表示されてるんでご覧ください。あとはね、設計図の方なんですけど、今回はいつもとちょっと違いますね。10枚必要になってます。7枚だと思ってたら10枚だったね。ちょっとびっくりしました。まあ2枚一度の試合でね、やっぱ2枚出てくれたことは嬉しいんですけど、まさかね10枚必要だとは思わなかったね。まあちょっと、もしね、7枚とかで完成できるなら、まあ残り5枚ならとかって結構何日かでできるなとかって思ってたんでね、さすがに残り8枚となるとね、1週間後にできてるかできないかギリギリのラインだなと。まあ、多分ゆきあみはあんまり備蓄も今回そんな使っていくつもりもないので、まあ、ドールギスに関しては多分イベント中日、多分25とか26日以降ぐらいになるんじゃないかなと思っています。よほど調子よくね、今日とかね、夜寝る前にプレイした時にもうポンポンと 2,3 枚落ちるようなら、もしかしたら早くなるかもしれないですけど、まあ多分ペース的には多分1日1枚取れるかなってぐらいじゃないかなと思ってます。はい、それではね、あとは攻撃確認の方、していって、いきましょう。攻撃確認、メイン攻撃はドーバーガンです。135威力で、射程が550、なかなか射程はありますね。弾数が6、まあ、ちょっと少ないような気がするけど、まあこんなもんなのかな。まあどの機体もまあそんなもんか。あとはミサイルポット、うん、あとはドーバーガンの照射、照射に関してはすいません、咳がまだちょっとね完全に収まってないんで申し訳ない。ドーバーガンの照射なんですけれども、ウィングと、比較すると、ウィングは威力470だったんで380ということで、まあ威力はやっぱりちょっとこうトールギスの方が劣ってますね。あとは緊急回避があるみたいなんで、やっぱりこう性能的にはどうなんだろう、100式にまあビームのぶっ放すやつが搭載されたみたいな感じですかね、イメージ的には。あとはビームサーベル威力とは、まあ威力はまあ普通ぐらい。あとはタックルもまあ弱すぎず強すぎずって感じですね。まあこのような感じとなっています。はい、それではね、今日はまああくまでこう設計図のこう手に入ったんで、こうちょっとこんな感じで性能ですってのをお見せするための動画なんで、まあこのためだけにちょっと今まあ、軽く実況しようということで、まあ、実況って言わないな、これは。まあちょっとね、この後、ちょっと咳が収まるまで休んでから、また夜に向けてちょっと収録しようかなと思ってます。それではね、皆さん、今日はこのぐらいにしたいと思います。また夜、お会いしましょう。失礼します。